こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。2日ほど前にですね、日本人がまだ入国できるヨーロッパの国っていうふうな動画をご案内させていただいたんですけども、そこから2日経ちまして、今回はですね、その入国制限パート2&夏のお楽しみということで動画をご案内させていただきます。それではまず入国制限の方から参ります。前回はですね、3月16日の6時現在だったんですけれども、今回はですね、3月19日の6時現在です。事実上3日経っている状況ですね。でですね、上はまあ簡単に言いますと入国制限ですね。これですね、56カ国から112カ国に増えております。そして下の方はですね、行動制限ですね。つまりその国に入っても例えば14日間は隔離されますよっていうような感じですね。それが88カ国、これは4カ国増えております。でですね、これだけのものが増えている形なんですけども、これはその前の時ですね、3月16日6時現在で、日本人が入国制限もそれから入国禁止にも行動制限もされていない国というのがこれだけございました。緑の丸は日本から直行便が飛んでいないところです。そして青い丸は日本から直行便が飛んでいるところです。でですね、そこから3日経ちまして、3月19日の6時現在での状況はどうかというとですね、こんな感じでですね、入国できる国が少なくなってしまったんですね。上の方からですね、フィンランドですね、それから左側の端っこの方にあるのがアイスランド、そしてですね、こちら、オランダ、ベルギー、緑がルクセンブルグです。このベネルク三国って教科書で習いましたよね。それからオーストリアですね、そしてこの向こう側がフランスです。そしてイタリアなんですね、イタリア入れるんですね。という状況だったんですけれども、実はですね、3月の17から18にですね、今度は日本の外務省から、こういう、通達といいますかですね、勧告が出されたんですね。これはですね、安全情報ページにも載っておりますけれども、それはですね、ホームページに、説明欄にその安全情報ホームページの URL を貼り付けておきますので、ぜひご覧になってください。順次、どんどん更新されていきます。ですね、そこに出ております勧告がレベル2。不要不急の渡航はやめてください。いわゆる自粛勧告と呼ばれるものなんですね。レベルは4つありまして、1が十分注意してください。これはそれほどお気にされることもなく、十分注意をしていただければ通常の旅行ができます。でレベル2になりますと自粛勧告となりまして、このレベルが出てしまいますと旅行会社としてはパッケージツアーであったりオーダーメイドツアーだったりを販売しません。ただでそこからさらに3になるともうどんどん厳しくなっていきますので、4になると今度退避勧告ですね。もうとにかく逃げて帰ってくださいっていうふうになります。でですね、これはあくまでも勧告だって命令ではないんですね。でなぜ命令ではないかということなんですけども、こういう勧告であるからこそですね、例えば、今回は感染症ですけれども、紛争地域などでですね、日本のメディアの方がそういう紛争地域からこうレポートされたり、しますよね。テレビなんかでたまに見ることがありますよね。ああいう方が行かれるわけですね。これがあくまでも勧告なので、つまり、かなり厳しい自己責任を求められるけれども、それを背負うのであれば行くことはできますよということなんですね。これ自己責任が裏にくっついてるんです。で、私ども旅行会社といたしましては、レベル2が出た段階で基本的には旅行の販売というのはできないんですね。できないということはないんですけども、しないという、積極的に販売はしませんということなんですね。でこのレベル2がですね、ヨーロッパ全土に出ているんですね。でですね、一部地域はレベル3です。例えばアイスランドなどは全土3が出ているんですね。イタリアも北部の方は3が出てます。そういうふうにですね、ヨーロッパ全土に2が出ておりまして、そのためにですね、ヨーロッパ旅行はもう今はできない状態なんですね。でですね、ヨーロッパ旅行も春休みのお知らせと。これは要するに、ヨーロッパの春休みにヨーロッパ旅行に行きましょうということではなくて、ヨーロッパ旅行そのものがもう一時休止になりましたので、ヨーロッパ旅行さんも春休みを取ってらっしゃるのかなっていう、そんな感じですね。ですので、ヨーロッパには行かれない。あと、それから全世界に対してレベル1というのが出ておりますし、多くの国でレベル2、レベル3が出ております。今回はヨーロッパのお話なので、それ以外のエリアに関してはまた別途動画をアップさせていただこうと思っております。続きましてですね、春がもうダメってことはないんです。よくない言葉なんですけども、春はヨーロッパ旅行はお休みなので、では少し先を行ってですね、夏休み、夏に何か楽しいイベントがないだろうかということで、皆様にご案内させていただきます。そのイベントが開かれる国というのはですね、
ベルギーなんですね。ただもうベルギーといえばビール、ベルギービールってちょっと甘くてですね、こう女性の方でもこう飲みやすいというか、そういうビールもありますし、チョコレートですね。ベルギーのチョコレートといえば何といってもゴディバですね。ベルギー王室御用達のとっても美味しいチョコレート、ちょっとお値段も張りますけれども、非常にこう高価な感じ、高貴な感じのするチョコレートですね。ゴディバですね。これもベルギー出身ですね。そういうのもあるんですけれども、今回はですね、その食べたり飲んだりというわけではないんですね。イベントとしてですね、ご案内するんですけども、それがですね、ベルギーのフラワーカーペットというものなんですね。でこれはですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ベルギーの中心部、首都のブリュッセルですね。そのブリュッセルのグランプラスっていう場所がございます。英語で言うとグランドプレースといって大広場なんですね。なんていうんですかね、このブリュッセルの街の中心的な存在、ランドマークみたいなものなんですけれども、ちょうどその真ん中にですね、その広場があって、そこにですね、8月の、2020年8月の13日から15日の4日間、花の絨毯ですね、フラワーカーペットが敷き詰められるわけなんですよ。これがですね、2年に1度しか行われないんですね。偶数年です。偶数年に行われると覚えておいてください。それがですね、今年は2020年なので、フラワーカーペットが行われる年なんですね。ではまずはこの画像をご覧ください。これがですね、このグランプラスなんですけれども、これですね、非常にここに花がずっと敷き詰められているのを、ご覧いただけると思うんですけれども、普段は何にもないんですね。石畳なんですけれども、冬になりますとですね、クリスマスマーケットなんかが開かれてですね、いろんな屋台が出たりですね、あと移動遊園地なんかがやってきたりする、本当に楽しい場所なんですね。でそこに夏の4日間はこのフラワーカーペット2年に1度、イベントとしてこう開催されるわけですね。でですね、ちょっと見方を変えますと、こんな感じで細長いんですね。縦が大体75メートルぐらいですね。そして横の方が35メートルか34メートルぐらいのところにですね、数多くのこのベゴニアの花なんですけれども、これを敷き詰めるわけですね。でですね、これどのように敷き詰めるかというとですね、大体100人から120、30人ぐらいのボランティアの方々がその花を持ってですね、なんと4時間でこれを完成させるんですよ。でですね、これはいろんな図柄があるんですけれども、その図柄の決められた通りにこの花を置いていくんですね。で、8月13日の午前中に始めるんです。で、4時間かけて完成させて、午後から、いわゆるグランドオープンみたいな感じになるんですね。ですので、これを4時間、100人だとしても4時間で完成させるっていうのはちょっと私には想像がつかないんですけれども、そういったところもですね、ちょっとご覧いただけると、なんかみんな頑張ってるみたいな感じになって楽しいのではないかと思います。でですね、4日間展示が続きますので、当然夜もあるわけです。夜になりますとですね、夜は夜でグランプラスというのはもともとライトアップする場所なので、そこにですね、こうライトアップしたその花のですね、美しいデザイン、そして香りですね、こういったものを楽しんでいただける。なんといっても8月の13から16という夏の一番暑い時期ですので、お食事をされてですね、ビール飲んだりですね、あとはゴディバのチョコレートを食べられた後とかにですね、ちょっとこう夕涼みでグランプラスにお越しいただくと、こういったですね、美しい花がご覧いただけると。大体ヨーロッパの日没がですね、8時半から9時くらいなので、夏はですね、ちょっと夕涼みがてらでもまだライトアップする前かもしれませんけれども、夜は長いので、ゆっくりとこうご覧いただきながらですね、ちょっとこう何か思いに浸っていただけるとよろしいかなというふうに思います。今回はですね、ヨーロッパ旅行、春のヨーロッパ旅行がちょっともう行かれなくなりましたっていうことですので、思いを夏に飛ばしてですね、夏のイベントの一つ、いろいろありますけれども、今回はですね、ベルギーのフラワーカーペット、日本から直行便飛んでおりますし、全日空さんがですね、成田から毎日運行しておりますね。それからブリュッセルだけではなくてですね、地方都市としての例えばブルージュ、そしてフランダースの犬で有名なアントワープ、こういったところもですね、屋根のない博物館とかですね、街そのものが中世にタイムスリップみたいな感じでですね、ベルギーの雰囲気を本当に味わえるような素敵な街なので、例えばブリュッセルで一泊とかですね、でそれ地方都市には一泊してもいいですし、日帰りでも十分行ってこられますので、そういったですね、お楽しみもたくさんありますので、この夏はベルギーのフラワーカーペット、これをご覧になっている見られてはいかがでしょうか。今回はですね、そういうですね、ヨーロッパの春休みはおしまい、そして、夏のフラワーカーペットをいかがでしょうかという動画を撮らせていただきました。
それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。